こんにちは、新垣梨沙です。ヤッホー。そして安武です。ヤッホー。はい、ということで今日はですね、はい、夫婦でお鍋を作っていきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。スタート。はい、ということでいきなり交代いたしました安武でございますけれども、はい、まあ、なぜ夫婦でねお鍋を作っていくか、もちろん初めてお鍋を2人で作るっていうのもあるんですけれども、確かに実は理由がございまして、はい、こちら、じゃ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 ーん、こちらでございます。こちら何かと言いますと、堤下さんからいただいた包丁でございます。こちらちょっと見て、これすごい、見てな、これかっこいい。堤下さんが包丁を作られて、はい、それできたら安武ん家にもあげるねっておっしゃってくださってて、本当にいただいちゃいました。嬉しい。すごい、めっちゃかっこいいでしょこの色、すごい切れるんだってこれ。包丁をいただいたので、せっかくだったらそれでね一緒にお鍋を作ろう、切ってみようっていうのもありまして、うんうんうん、ちょっと今日はやっていこうかなと。でなるべくなんかいっぱい切れるもんなんかあるかなと思ったら、よくねうちらお鍋するんですけど、そうだね、はい、ヘルシーでいいかなと思ったので2人でねお鍋作り。これ持ってかわいいご飯のマーク、すごいよね。嬉しいね。最後ちょっと洗いましてね、はい、早速切りましょうか。はい、兄貴の、まあ、ネギとかかな。いや本当は大葉がいいんですけど、大葉切れます。わかりました、ちょっとやってみます。あの鶏肉があるんだけど、それに大葉を入れて先にそれから煮込みたいんだよね、はい、なるほど、うん、じゃあ早めに必要なんだ。はい、そうです。大葉は、はい、大葉の切り方全部いっちゃっていいよね。わかる？大葉の切り方わからないですね、教えていただければ。じゃあちょっと一回リゾちゃんに交代しようか。そうか、はい、じゃあ一回お願いします。さあ変わりまして、ちょっと緊張してきちゃった。でもさ、やっぱあの普段ねリサちゃんがご飯作ってくれることをさ、はい、スミサさんも知ってくださってるから。あ、そうなの。そう、嬉しい。リサちゃんにっていうところもあるからさ、やっぱ第一等は。ありがとうございます。そうだ、僕じゃ、いきましょう。ちょっと持ってみてもらって。うん、これさ包丁欲しいって言ってたんだよねリサちゃん。一個しか今なくて、うん、ピカピカ光ってる、ね、大事に使おう。でまずこれなんだけど、はい、これちょっとこのね根元をうさっと、軽どう、軽い。力なしでサクッていけた。ちょっとそこら辺の ASMR もお楽しみください。こうやってね、うん、え、丸めていくの。丸めます。まず、はい、あー切りやすい。あ、本当に軽いな、サクサク切れちゃう。音もいいね。いいですね。見られてると緊張する。そうだよね。こういう感じで細かく、レベル高いなこれ。ちょっと切れたら、まあここザクザクね、ちょっと細めにね切っていって、鶏肉と、まあ、でもこれ1個でいいかもしれなかったな。本当よかった。さすがにそれできないかも。俺できないかも、うん、まだ早かった。はい、こういう感じで切りました。すんごい切れ味だった。感動。よかったですか。 はい、大感動です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、切った大葉を、はい、鶏肉、ひき肉、はい、鶏ひき肉に混ぜました。うちはこれは胸肉です。これにちょっと胡椒とごま油を、さやんを2回しぐらい、はい、はい、これだけ4回しぐらいいってますけど、さやん4回し、はい、まあ目分ですもんねこれはね。いつも適当で申し訳ないんだよね。いいよいいよ。でこれで混ぜて、もうここにどんどんね、うん、最初お肉火取りづらいので、うん、あのやっていくだけでございます。はい、大葉さっきね、うん、ちょっと1個で全然足りたね、ほら。はい、ということで、モリモリだもの。ちゃんとこうやってねお水につけておいとくんですね、大葉は。そうなの、じゃないとすぐカピカピになっちゃうから。なんか大葉早いのよ。そうなの、カピカピになるの。こんな感じで、お、まあ、あっちもだね。これをここでこうやってまん丸にしたら、うん、手も汚れないから、ここでこうやってスプーンでこうやってまん丸にして、ここにポコンと落としていく。はい、じゃあこれやってください。え、できるかな。やってみれば。やってみるわ、ちょっと。はい、ちょっとやってみますね。はい、もう 2,3 個やったら私変わりますから。なんでそんなこと。プロかもしれないじゃん。そうか、こうでしょ、うん、なんで。いいよいいよ。いいの、うん、いいよ。いいのか。いいよ。
下だけ、下だけ火が通っていく。助けてください。お箸をください。どうやるんですか、これ。もう、ないものを増やさないでください。ね、いや、何なんですか、これ。何？大きすぎんじゃない？そうなの？すごい難しかった。あ、分かった分かった。こういうことね。ポロンってやりゃいいだけ。そう。上手上手。そういうこと。綺麗な形にどうたの残って。綺麗じゃなくてもいいけど。いいね。大きいな。じゃあやりますわ、私が。ねえ。首ってこと？首です。もう朝になっちゃう。夕方なのに。お願いします。手際いい。美味しいよね。この間ちょっとね、鍋またやったんだけど、うん、豚バラでやね、食べたんだけど、うん、それもすごく美味しかったんだけど、やっぱりね、鶏団子が好き、私は。ヘルシーだしね。いいよね。豚もヘルシーで。いいです。美味しいんだよね。これに、うん、今日は大葉だけなんだけど、うん、柚子胡椒を混ぜたりとかしても美味しい肉団子ができるよ。あと生姜とか。あ、生姜めっちゃいいじゃん。うん、体なんかポカポカしたい冬とかは生姜入れたりとかしてた。うん、はい、できた。はい。肉団子、頑張っていってらっしゃい。いらっしゃい。じゃあ他のもの切っていきましょう。はい。ではいよいよ。帰ってきました。お帰りなさい。ありがとうございます。これはどうやって切るんですか？それは最初その端をちょっと落として、うん、素晴らしい、気持ちいい、斜めにしようかな。こうですか？うん、何センチぐらい？うん、いい、こう、うん、切れ味いい、もうちょっと長くてもいいよ。でも全然何でもいいの、どうせ胃に入っちゃう。すごいすごい、全部いっちゃっていいの？いいよ、もう洗ってあるので、お野菜は。うん、ありがとう。どこまで使えるんですか？すごい気持ちいいね。すごいよね、スパンスンスンっていくもの、スンスンいける、ね、気持ちいい。で、キノコの旨味も出るので先キノコいきましょう。はい、確かに水菜はすぐ火取っちゃうんで、ね、これはここは可愛く切りたいけど、はい、まあ無理なんですって。今聞こえました？皆さん、可愛く切りたいのでまあ無理ってはっきり言ってましたよね。ごめんなさいね。違う、無理じゃないけど。できるよ。怪我しちゃうとやだ。こうでしょ？そうそう、できるの？できるよ。え、すごい。まず芯切るよ。うん、芯も使うからね。え？芯も鍋に入れたい。どこまで？全部。ここまで。うん。あ、切りやすい。これでしょ？うん。これ入れちゃう。入れちゃう。はい。これでしょ？うん。こういうやつでしょ？うん。うん、気をつけてね。大丈夫。うわー、すごい、そわっとしちゃう。大丈夫？こうでしょ？私だって分かってます、先輩。こんなに私だって分かってます。こうでしょ？おー、いいね。これはやりたかったんでしょ？うん。一回目だから。一回目だから。そうね。これでもう分かったから。うん。気をつけてよ。ゆっくりでいいからね。いや、大丈夫です。別に包丁使ったことないわけじゃないんで。でも絶対に切らないところでやってるし、その調子乗らないから。そうだね。そう、確かに。なんで？お、力入れてないよ、全く。そんななんか手で持ってやるの、それって。全く力入れてないから。あ、上手になっている。ほらね、上手。全く怖いって言わないで。あ、間違えたけど、もういいでしょ。え、上手。いいでしょ。すごいね、1回目からのこの成功。おい、素晴らしいですね。いじってんな。いじってんじゃなくて褒めてんの。はい、見てごらん、この成長。あ、置いてやるもんなの、これって。分かんない、私はもうそういうの全部置いてやるから怖いから。確かにね。持ってスパンなんて言って手ちゃつぶすもん。確かに。こことちゃん上手じゃん。あ、いい大丈夫。端っこに行っちゃう癖がある。でも上手よ、ほら、ちゃんと成長してる。ありがとう、褒めてくれてありがとう。だ、意外ともう真ん中にちょっと入れるだけなんだよ。真ん中らへんに、もう真ん中にスンスンって入れるだけだ。ほら、うん、ほら、ほら、ほら、リサちゃんがやったやつ以外全部さ、綺麗になってるじゃん。いい加減にしないで。じゃあそれ全部入れていきましょう。この中身もね、もったいないから入れちゃうよ。あ、出汁として、そんなポンポンって入れちゃっていいんだ。いいです、いいです。あとはもう手でほぐして。あ、そんだけ。うん、
じゃあここは出していいってこと、うん、短くしすぎない方がいいと思うんだよね。あんまりそうめんみたいになってなんか麺代わりになってヘルシーでいい。なるほどね。じゃこれでもこのままそうちょっとあの手でね良きように、うん、良きようにだよね。そうだね。全バラシじゃないよね。全バラシこのぐらいじゃないの。ちょっとすみません入れ方よく分かんなかったんで適当にバラバラって入れちゃいます。大丈夫ですので大丈夫ですか、うん、じゃあ水菜いこう。はい、もうそれはザクザクと最初のここだけ落としてもらったらこれだけ落とす、うん、はい。もうザクザクで何センチこんぐらいかな。もうちょっと長くていいんじゃないかい。これうん OK いいね。水菜って美味しいよね。水菜美味しい。ちょっと一旦放り込んでいい。うんいいよ。面積がダメだ。全部入れちゃっていいよね。全部入れていいよ。すごい切れるのこれ。うんすごい音がいいね。サクサク言ってる。 OK、うん、玉ねぎ切っても染みないだってこれ。え、すごい。繊維を壊さないから。え、すごい。それやってみよう今度。上にいっちゃおう。うん、いいよ上で。はい、全部入れました。完成。じゃあ蓋閉めてちょっと煮込みましょう。はい。いただきます。あ、じゃーん。私は今ちょっとお茶でね。そう、ちょっと今ダイエッターだから、ね。そうなんですよ。だから。だからちょっと量も少なめ。ね、うん、このヘルシー鍋作ってくれてありがとう。うん、これ柚子胡椒入れた方がいいかな。入れたよ私はね。ね、入れた方がいいよね。うん。なんかもう一品あるじゃん。これは作り置きした。ザーサイ？ザーサイとキュウリのごま油サラダ。うん、美味しい。いただきます。うん、美味しい。待てはいいね。大葉入ってるのいいね。いいよね。うん、全然違う。柚子胡椒入れて正解だ。やっぱえのき美味しいな。ダイエットヘルシー鍋。うん、今回豆腐もなくしたね。そうなんか、うん、いつもお豆腐入れるんだけど、いつも残って最後一生懸命お豆腐だけを食べるみたいな時間が訪れるから、そうそうそう、今日はちょっとしかもちょっとヘルシーで量を少なめに食べ過ぎないようにしたかったから少量で作りました。美味しいね。美味しいね。やっぱ当たり。当たりだ。結構食べた？うん、食べてないまだ。足しか食べてない。あ、うん。結構茹でたらキュンってなるから。ちっちゃくなっちゃうね。うん。いた。かわいい。切れ味良くて楽しかったね。でも楽しい。包丁ってさ、私毎日のように料理してるから思うんだけど、うんうん、切れ味悪くなると本当に嫌になっちゃうぐらいさ、楽しくなくなっちゃうの。うんストレス、うん、かなり料理好きだもんね。大好きだからなんか永遠にみじん切りとか千切りとかしてる時間が好きなのに、うんうん、切れ味悪いと嫌だから自分でも研ぐんだけど、うん、限界ある時あって久しぶりにあんないい切れ味の包丁を使った。本当に言ってたんだよね。本当に言ってた。買おうと思ったもん。そうただでも何がいいんだろうと思って、うん、悩んでたら難しいよね。うん、ある日安武さんが帰ってきてリサちゃん、うん、じゃーん、うん、大感動、大感動だ。嬉しすぎる。楽しみ。また料理するのは優しいよね、杉下さん。優しいよね、うん、こんなプレゼントしてくださるなんてね、うん、よく料理してるだろう。優しい。知ってくれてるのも嬉しいし。そうなの、ね、誕生日で千葉行ってただろう。え、あ、Vlog 見てくれてるってこと。優しいからさ、愛情深いね、うん、このさあの切った破片も入れちゃうやつ、伊豆ちゃん、うん、それがたまに入ってきてさ一緒に食べた時すごいいい。美味しいよね。当たりみたいになるね、うん、足も尻尾か。どうだったの？暑かった？足でも尻尾でもないけどね。じゃあ何？それで言うと、ね、影だったらなんて言うの？じゃあ何のとこや。体じゃない。うん、いや体でもないんだけど美味しい。美味しい。お鍋はいいんですよね結局。そうなの。ヘルシーだし。ヘルシーなのにお腹いっぱいになるよね、うん、最高ですね。最高だ。うん、こんな鍋綺麗に完食することあります？ちょっと残るじゃん絶対に、うん、こんな綺麗に食べれる、これがだからベストなの。でもちょっと多いぐらいだよ。だよね。でもお腹すくから絶対鍋は。そうなんだよね。それで後で食べるよりは今パンパンにしといた方がいいと思う。うん、完食。こっちも完食です。ありがとう。とんでもない。美味しかった。美味しかった。ごちそうさまでした。
さん、最後までご覧いただき本当にありがとうございました。編集終わりの新垣です。はい、ということで改めまして堤下さん、素敵な素敵なプレゼントを本当にありがとうございました。もう大大大大大感動で、日々のお料理がより楽しく幸せな時間になっております。本当にありがとうございました。大切に大切に使わせていただきます。皆さん、いつも見てくれて本当にありがとう。